アイルランド島とグレートブリテン島との間がアイリッシュ海。赤く印が付けられているのがマンシマ。マンシマ語はアイリッシュ海に浮かぶマンシマで使われていたゲール語である。マンクス語、マンシマゲール語、マニン語あるいはマニンゲール語とも呼ばれる。学術的にはアイルランド語やスコットランドゲール語とともにケルト語派のゲール語群を形成していた。 最後の母語話者であったネッド・マドレルは1974年に没したが学術的な言語再生運動が大衆へと広がり始め人為的な努力によって復興した。多くの人が大二言語としてマンシマ語を学んだ結果、今日では英語との併用ではあるもののマンシマ語を母語とする人々が再び現れている。マンシマ語ではこの言語はゲールグないし、 ゲールクと呼ばれる。この語は北アイルランドのゲール語から英語へと借用されたゲーリックという語を語源を同じくしている。姉妹語であるアイルランド語及びスコットランドゲール語はそれぞれ自分の言語をグエルガ及びゲーリグとしている。アイルランド語やスコットランドゲール語と同様マンシマ語でも定冠詞を伴った形ワイゲールグないしワイゲルクがしばしば用いられる。 これを、他にツのゲール語から区別するために、ゲールグ、ゲールクバンネンやゲールグ、ゲールクバニナという表現も用いられる。加えて、シェンジー・エヌ・ワイ・メイアリーという愛称も時折使われる。マンシ島語は、英語では普通マンクスと呼ばれる。また、例えば三つのゴイデル語の間の関係を論じる、時や、マンシ島で話される英語の方言である。 マンシマ英語との混同を避けるために、マンクス・ゲーリックという名もよく使われる。英語では、スコットランド・ゲール語がしばしば単純に、ゲーリックと呼ばれるが、マンシマ語やアイルランド語をこう呼ぶことは、スコットランド・ゲール語ほど一般的でない。マンシマ英語の軽くでは、標準英語で普通見られない、ザ・マンクスやザ・ゲーリックといった、定冠詞の使用がある。マンクスという語は、 歴史的文献では、とりわけ島の住民によって書かれたものでは、しばしば、マンクスと綴られている。この語は、マン人のマニッシュを意味し、ノルド語のマニスクに由来している。透明のマンはしばしば、マンと綴られる。これにはこの語が第一音説に、強制のある二音説語、マンイエヌであるという補足説明が伴うことがある。これは、ケルト神話の神マナナーン・マクリールの名から来ている。 マンクス博物館所蔵の石に刻まれたオガム碑文。現アイルランド語で書かれており、ドーベドナ・マキド・ロータ、ドロアタの息子ドバイドの、と読める。ウィリアム・クリスチャン、別名イリアム・ドーン・クランク・ NY アレーラーにあるラグ・ NY キーリー・マンシマ語はこの島の、地名の名付けに、相当の影響を持ってきた。マンシマ語はアイルランド語およびスコットランド・ゲール語と。 密接な関係にあるゴイデル語の一つである。外して、これらは相互に理解可能ではないが、話者たちは、互いの言語の受動的能力や、さらには、会話能力をも得ることは容易である。知られている万島の最初の言語は、ブリソン語の一形態である。しかし、スコットランドゲール語及び現代アイルランド語と、同様、マンシマ語は、紀元4世紀以降に、 拝む碑文に紋章されているゲアイルランド語に由来している。こうした文章はアイルランド全域及びブリテン島西海岸で発見されている。ゲアイルランド語は5世紀を通してコアイルランド語へと遷移した。6世紀以来のコアイルランド語はラテン文字で書かれ、もっぱらラテン語写本の乱外中期に紋章されているが、万島からは現存する例は見つかっていない。 10世紀までにコアイルランド語は、アイルランド全域、スコットランド及びマン島で話された中期、アイルランド語に変化した。スコットランド及びアイルランドの海岸部と、同様、マン島には、ノース人が入植し、若干の釈用語や人名、ラクシーやラムジーといった地名にその痕跡を残している。中世後期の間、マン島は、次第に、イングランドの影響下に入り、 それ以来英語が、マンシマ語の発達において、主要な外部要因であった。マンシマ語は13世紀頃に、近世アイルランド語から、また15世紀頃に、スコットランドゲール語から分岐を始めた。マンシマ語は19世紀の間に急速に衰退し、英語にとって変わられた。マンシマ語の書籍は18世紀初頭まで印刷された、ことがなく、 さらに19世紀までマンシ島語イコール英語辞典は存在しなかった。16世紀に作られた少数の物語史と若干の宗教文学を除いてマンシ島語に20世紀以前の文学はない。マンシ島語は交渉で伝えられてきた民間伝承や歴史などを持ついかなる意味でも高等の社会であった。1848年に J.G. カミングは英語を話さない人は ほとんどいないと書いている。ヘンリー・イエナーは1874年に人口の約30%が習慣的にマンシマ語を話していると推定している。公式な国勢調査の数字によると、1901年には人口の9.1%がマンシマ語を話すと主張したが、1921年にはこの割合はわずか1.1%になった。 万島語の威信は低落していたので、親たちは万島語を英語に比べて無用のものと考え、子供たちに教えない傾向にあった。19世紀中の万島語の衰退を受けて、万島語教会が1899年に創設された。20世紀半ばまでに老人の母語話者はわずかになっていたが、その時までに学問的な復興は始まっており、 数人が学校でマンシ島語を教え始めていた。1992年には、学校におけるマンシ島語の教育及び適格性認定のあらゆる側面を担当するとして、3人の委員からなり、マンシ島語担当役員のブライアン・ストーウェルが長を務めるマンシ島語部門が組織された。ここからマンシ島語研究に関心が増大し、これに伴う民族的アイデンティティの感覚が、 促された。万島後の再生は研究者たちによって20世紀になされた録音作業に助けられている。最も顕著なのは1948年に英文でバレラによって録音機材を伴って派遣されたアイルランド民間伝承委員会である。自ら万島後の近年の再生に責任ある立場にある言語愛好家で流暢な話者である。 ブライアン・ストーエルによって指揮された研究もある。2009年、国連教育科学文化機関の世界危機言語地図は、マシ島に数百人の話者がいるにもかかわらず、マシ島語を消滅言語と宣言した。これ以降に、ユネスコは、マシ島語の分類を、深刻な危機クリティカリーエンデンジャードに変更している。2011年の国勢調査では、 8398人中の1823人、人口の2.27%が、マシ島語の知識を持っていると主張している。これは2001年の国勢調査から134人の増加である。話者が最も集中しているのはダグラスで、566人が、会話と読み書きの能力があるとした。ピールが第2位で、 会話と読み書きができるとしたものは179人であった。その他の大きな集中地域は、オンン感及びラムジーであった。マンシマでは、マンシマ語の名前が再び一般的になってきている。特に、ムラ、ボヤリー、イリウム、オリ、ブリーシ、ブリーシャ、オーリッシュ、エリッシュ、ジュアン、エアン、ジョーニー、フェネラ、ファリック、フレイヤが人気である。ありがとうございます。